皆さんこんにちは。ウヨム弁護士は天才派だ。ザ・グローリー、賢い医師生活など話題のドラマに次々出演し注目を集めている女優キム・ヒヨラ。今回は人気急上昇中の彼女のプロフィールを大紹介。性格、過去の出演ドラマ作品をまとめてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単なプロフィールからご紹介していきます。名前、キム・ヒヨラ。本名、キム・ヒヨラ。ハングル表記。ニックネーム、不明。生年月日、1989年3月18日。身長、165センチメートル。体重、48キログラム。血液型、不明。星座、魚座。出身地、韓国カンウォン道元州市。趣味、絵を描くこと。事務所、パープルエンターテイメント。学歴、北原女子高等学校。炭鉱文化産業大学。家族構成、父母3人兄弟の2番目。賢い医師生活。気象庁の人々、ザ・グローリー、真剣勝負など話題のドラマに次々と出演し話題の女優キム・ヒヨラ。最近ではウヨム弁護士は天才派だっての印象的な演技でさらに知名度を上げました。今回は彼女のデビュー前のエピソード、過去の出演作品をまとめてご紹介していきます。キム・ヒヨラはデビュー前、演技をしている友人と一緒にミュージカル大会に出場し1等を受賞。その賞金300万ウォンでソウルに上京し、初めて演技のレッスンを受けたんだとか。そして2009年に20歳でミュージカルデビュー。ファンレター、マリー・キュリー、ベルナルダ・アルバなど様々な舞台に立ち、ミュージカル女優としての存在感を発揮しました。その後2021年には怪物でドラマデビュー。気象庁の人々、真剣勝負、ザ・グローリー、ウヨム弁護士は天才派だなど印象の強いキャラクターを演じきり、人気と知名度をさらに上げています。そんなキム・ヒヨラは ENFP で自由な性格と言われています。詳しく見ていきましょう。キム・ヒヨラの MBTI は ENFP。 ENFP の性格の特徴はズバリ自由な精神の持ち主。新しいものや未知のものに対する興味が強い傾向にあり、熱意を持って前向きに生きているので周りから協力や支援が得られやすく、誰からも愛される存在なんだとか。キム・ヒヨラは演技のみならず歌手としてもデビューしていたり、画家として個展を開いたりと自由にいろいろなことに挑戦している姿を見ると ENFP の性格が現れている感じがしますよね。ここからは過去の出演作の一部をご紹介していきます。ミュージカル、ミュージックボックス、殺人鬼ジャック、ジャック・ザ・リッパー、グッドモーニング学校、テグ国際ミュージカルフェスティバル、 U&M、 サリエル、フルハウス、リトルジャック、ファンレター、ヘタレの歴史、リトルジャック、ファンレター、マリー・キュリー、アーティス、マリー・キュリー、ベルナルダ・アルバ、友人と友人、演劇、幽霊遊び、天使よ、故郷を見よ、無謀でも、アンティゴネ、カンフ連絡船、ドラマ、怪物、賢い医師生活シーズン2、気象庁の人々、社内恋愛は予測不能、
ウヨウム弁護士は天才派だ。悪霊狩猟団カウンターズ2009年のデビュー作ミュージックボックスは、日本の有名バンドサザンオールスターズの音楽から作った創作ミュージカルで、第4回 CJ ヤングフェスティバル受賞作品。その後も次々とミュージカルと演劇の舞台で経験を積み、2021年から現在まで話題のドラマに出演し、視聴者に印象を残しています。キムヒヨラの趣味は絵を描くこと。本人が描いた絵の個展を開いた経験もあるんです。ドラマザ・プローリーの役でも個展を開いているのですが、現実とマッチしていて面白いですよね。展示会で絵画を販売もしていますが、画家として活動するつもりはなく、収益の半分は身体の不自由な方たちのために寄付するとのことです。キムヒヨラの目の色はカラコン。キムヒヨラといえば目の色がとても綺麗ですよね。まるでカラコンをつけたような透き通った茶色ですが、地面だそう。目の色もあり、少し外国人のように見えるキムヒヨラ。普段からハーフなのかと質問されることが多いそうです。ドラマ気象庁の人々では名前のない三役でも圧倒的な存在感。ドラマ気象庁の人々にも出演していたと記録されているキムヒヨラ。しかし役名もなく、どこに出てたの？と思っている方も多いのではないでしょうか。よく見てみると、ソンガン演じるシウの父ミョンハンの賭博場にいたあの綺麗な女性、本当に少しの出演でしたが、強い印象を残したのもキムヒヨラの演技力があったからではないでしょうか。ミュージカルの舞台で女優デビューし、今や話題のドラマに引っ張りだこのキムヒヨラの紹介はいかがでしたか。演技以外にも様々な才能があり、他方で活躍している彼女から目が離せませんね。今後の活躍にも期待ですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。